俺の未来は冬から聞いた。この体には限界が来ると。では貴様は禅王に消される前の時間から来たんだな。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。この戦いで100人目、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい、サイヤ人。何？この熱気は。お前がまだ強くなるというのなら、俺もまだ進化できる。なぜなら、この俺も孫悟空だからな。生き延びてみろ、孫悟空。あの野郎。カンバ、お前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。カカロット、早くしろ、間に合わんぞ。誰の気も探れねえんだ。さあ終わりだ。星の終わりはいつの夜も美しい。無様だな、孫悟空。貴様、なぜ？またか。され、死者め。サイヤ人をなめるな。離れ。Yeah.
者が紛れ込むと魔人どもめ余計なことを。そいつと同じだ。なるほど、君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんなら。まあそう焦るな。俺の話を聞け。どうなってんだ。スーパードラゴンボールヒーローズ、ついに正体が明らかになった赤き仮面のサイヤ人。立ち向かう悟空とスーパーハーツ、絶体絶命のピンチにセルが救いの道を切り開く。最大7枚君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込もう。2人の青き合体戦士が夢の共闘。ゴジータ、ベジットの最強タッグで強烈な一撃を決めよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション8弾好評稼働中。危なかった。セルに助けられるなんて思ってもみなかったぞ。それにしてもブラックのやつ一体何を企んでんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ北井の戦士 VS 悟空ブラック、明らかになる闇の企み。